ティベリーナ島ティベリーナ島は、ローマのテベレ川にある島。全長270メートル、最大幅が67メートルのテベレ川の中洲でも、ある。紀元前291年に、アスクレペオンが島の東側に建てられ、この神殿には、多くの人々が集まったことによりある種の、病院的な役割としても機能した。ファーテベネフラテッリ病院16世紀の中頃に、 サンジョバンにカリビータファーテベネフラテンリ病院が建てられ、その病院は現存する。サンバ・アルトメオ教会かつて、アスクレッペオンがあった場所に、神聖ローマ帝国皇帝を党賛成により10世紀に創建された教会。古代ローマ時代、ティベリーナ等のこの部分は、船のへさきに模して、大理石張りとされていたが、教会の周囲には現在でもこの大理石舗装が、残っている。 1118年にローマ教皇パスカリス2世により修復され、さらに1180年にも修復されたことが分かっている。ロマネスク様式の主労を持つ教会であり、紀元2000年の大青年に際し、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世が訪れた。島の起源について、次のような伝説がある。かつてローマは王政であったが、 最後の王タルクイニーススペルブスは市民に追放されることとなった。市民らは王の持ち物であった穀物など、忌まわしい、口にもしたくないとしすべてテベレ川に投棄した。水位の低い時期に借り入れ町のものすら含めて捨てたものだから、それらが他のゴミと共に堆積し島となった。これをベースとして市民が整備した結果、様々な建物が立ち並ぶ。 現在のような姿となったというものである。テベレ川右岸のトラステベレからは、ケスティウス橋を渡ってすぐ。また、テベレ川左岸のカンプス、マルティウスからは、ファブリキウス橋を渡ってすぐ。ありがとうございます。